ヤマさん結構遠距離大系ルールですよね。はい。ブロックで出し合わせない。それ誘えるかどうか。なるほど、その立ち台系ブロー前ダッシュ安息、それ誘えれば、はい、さあ最大が入って、あ今のですね、なお、まあ、ドリブルは振らなきゃいけないんですけど、はい、結構まあ定位置っていうか、ここの位だったら出すのかな、あー適正として多分あるので、なるほどなるほど、そこを狙っていくと、なるほど、なんなんだ、さあまずスケロクさんがしっかり取っていくって感じです。これあれですよね、火力で言うとレミの方がある感じですよね、ですよね。さあここで消えて弾投げて確かに取られるな、あとダイレグレ結構打ちますね、ダイレグレ、あダイレグレ全然打っちゃっていい、うん、なるほどなるほど、振られるとちょっと痛い、まあブロられて X ニードル食らうのはしょうがないかなぐらいの、もうそれはもう一生懸命当たったら距離感がでかいんで、なるほどなるほど、さあ空対空山田さんしっかり取って、そうこうランスが出ないとこうちょっと離すと、はい、なるほど、じゃあそれを狙ってい、いくのが、まあそれにこの試合の中でスケロクさんが気づいてやるかっていうところですね、見せてるんでできるか分かってますなんですけど、なるほどなるほどなるほど、さあここ最後になってしまうのか、さあルーグレ、シュールグレですかね今のは、うん、さあまずスケロクさん、クイーンだよ、これルーグレガード刺した後、はい、エセーが半額にならないんで、なんですって、それはやばいですね、反撃にならない、じゃあ反撃は12側は何がある、あーなるほどなるほど、ちょっと今何とも言えない気持ちになりました、なるほど、まあまあえぐいっすね、おっと離していく、さあこれ状況を先に作ったのはスケロクさん、こういうことですよね、結局投げしか食らわないから打っちゃうのっつって、さあすごいですね、空中でドラ打ちましたね今、今のあのゲーターとソニック基本当たらないんで、はい、ああなるほどなるほど、まあそこら辺やっぱデミーってゲージ、まあ、さっきちょっとチラッと言ったんですけど、ゲージ貯める能力がそこまで高くないんで、そういう風に安易に EX 使っちゃうと肝心なところで足りなくなるとかありそうですもんね、なるほど、さあスケロクさんリーチ、地上でジリジリしてると台形振らないんですよ、あの飛んでくる可能性、ああなるほど、飛びから着地した後とかちょっと自分から距離が出さない、あーなるほど、もう完全に今人読みの話のみがあるそうです、もう今なんか全世界に山さんの癖がなるほど、お今のすごいですね、空対空で取って X ドラ、さあリープ SA、あーこれダメです、なるほど、さあ取っ、うわ投げが当たんない、はい、さあすごいですね、 ルグレの後ろを歩かれましたね、ルグレ歩いてかわせる、なるほど、まあそうですよね、今一旦そのガードして何にもないんであればガードされるよりすかされる方がえぐいですよね、はい、なるほど出ちゃうと、そうなってくるとテール側はそれほんと美味しくないですね、出さないなるほど、もし当たるかデスは取るかもしれない、さあダウン取ってツンツンしていやこれもねなかなか反撃難しそうですね、打ち切りもしゃがんだイパンとかが一番いい、ああなるほど
あ、今のは多分コアコアをミスった感じですね。なんか12の難しい部分ですよね。コアコアが楽しいってもうちょっとどう、格ゲーとしてどうなんだっていうところあるんです。データできるようにしたんですよ。このコアコアが一番全キャラ中難しいっていう。北斗のラオウ、確かにラオウほど攻撃力ないし。さあ時間がなくなってきたが、投げて、あー、さあ最終セットまでもつれましたね。いやー、よく戦いますよね。マジで、まあ、職人って言われているようなキャラ使いの方は心折れる隙間ないですよね。職人って言われてる人たち、多分他のキャラ使っても本キャラ以外、本キャラ以上に強くならないですよ。なるほど。もうそこを突き詰めちゃってるから。なるほど。まあ確かにそうですね。なるほどなるほど。私あの、はい、ピエロさんが剣使い始めた時、はいはい、ちょっとやったんですけど、はい、3回ぐらい勝って、はい、まあ、大体剣分かってきましたよって言ったら、ガッて使われてちょっと無言でやろうかみたいな。なかなかそれ体育館裏に来いやみたいな感じで。なかなかやんちゃな。なんかあるあるというか。あの、言いたくなる時ってありますよね。おっと来ましたよ、コアコア SA。 おっと、おっと、コアコア SA か、コアコア SA。 さあ、職人。さあ、先にリーチをかけたのはヤマさん。ファイターズレイディエンゲージ。さあさあ対空しっかりやって、はい、もう止めるで無理しないで、あー、これくぐって、あのくぐりで飯食うのが一番良さそうですね。テールも見てると、ただね、大ルグだとくぐれるんですけど、小ルグで刺さるんで結構あの極めがし、なるほど、歩いて、あ、浮いたら高いなって言ったら前歩くし、なるほど。さあ、優勢に押してるのはヤマさん。さあ、コアコア死んだ、繋がってない、繋がってない。今、ヤマさん勝ったけど、ちょっと納得してない感じでさ。